宇佐彦は夕方駅に向かう道で同級生の新藤咲の姿を見つけ近づいていった。宇佐彦はまだキスも風俗も知らない童貞。しかし心の中に住むもう一人の自分、それを宇佐彦は虎彦と呼んでいるが、その虎彦が時に彼を叱咤し強い男に仕向けようとしているのだった。とにかく積極的に声をかけて喫茶店にでも誘ってみようと、咲がコンビニの前を通りかかると駐車場の車から出てきた3人の男が彼女に声をかけたのである。ドライブ行こうぜ、帰りはちゃんと送るからさ。断ります、急いでいるので。宇佐彦は緊張に便意を催しながらもふらふらと連中に近づいていった。ボイズハート放送局、おなほー月森ねねねね、終わった、終わった、おなほー月森ねねです。はい、トイスリーはピンク芸人の南川でございます。こんな幸先の悪いスタートありますか？2月自分の名前ですよ。よく噛むんだよな、ねねねね、対面しようか、大きなお友達と作り上げていく健全な男の子育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、業界初の官能小説の朗読をするラジオとして皆さんにお届けしているこの番組、うん、本日お届けしている作品は、はい、紅文庫六月影楼町キャンパスの陰謀です。続きは番組後半でお届けしますのでお楽しみに。いやちょっとしっかり読みたいな俺。そういえばちゃんと、はい、感動小説をちゃんと読んだことが実はなくて、 あの目でね。そうなんですね。だからやっぱりちょっと今年はそれ挑戦してみようかなと。ハマってしまう可能性もあるんですよ。そうです、ね、確かに新たな扉が開かれるかもしれません、ね、キャンパスの陰謀、はい、でこの作品はですね、宇佐彦くんっていう童貞の主人公がいるんですけど、その宇佐彦くんには、うん、あの心の中にお兄ちゃんが住んでてみたいな、お兄ちゃんが虎彦くんっていうお兄ちゃんがいて、虎彦くんはその宇佐彦くんがモテないというか童貞で奥手だから、でもう早く頑張って男になれよと、この中で叱咤してくれるみたいな。牛音虎みたいなことですね。それはちょっと私、牛音虎はちょっとすいません、ね、あの設定は一緒なんですが、設定は一緒らしいです。牛音虎ですよね。的なうわいいな感じのお話、はい、そしてまあね、宇佐彦くん虎彦くんの二人に一人、なるほど、一人で、女の子をいろいろしちゃうと。でね、この六月影楼先生は結構ファンタジー要素が強めかもしれない。ファンタジー要素、はい、あの以前もトイズハート放送局で、はい、あのムスキー先生 の、はい、の作品を読ませていただいたんですけど、はい、その時は主人公が宙を受けました。空飛んでました。いいな。だから空飛びながらセックスあり、はい、あ、そうです。なんか特殊能力身について、はい、そうですね、浮いたまま、はい、女の子とセックスしてました、ね、最高やんっていう感じ。なかなか文章でそれを表現するって大変ですよね。そうですね。いやでもすごいやっぱり感動小説家プロなんだなっていう。感動小説家やっぱり絶対天才的じゃないと無理よね、はい、想像力がないと無理やから。ね、月森にはちょっとできなすぎやなっていう。そうね、やっぱ読んでって思いますね。もう宙に浮いてセックスなんてさ、どういう風なさこう声出したらいいのかとかさ、はい、だってもう自分の頭長いもんね。いやそうですか。でございます。わかりました。ちょっと楽しみ。今月からも、はい、よろしくお願いします、はい、朗読も、うん、そして2月3日は節分だったそうですね。節分、ということで皆様お縄打ちでお願いします。いや初めて聞いた。何の話だ。同じにみたいに書かないでください。お縄打ちって何ですか。2022年の恵方は、うん、北北西、いや大体お縄打ちやでだったということで。なんで外でお縄にするって。お縄打ちって当たり前のに大体お縄打ちですから、はい、皆さん、報告制今日は、報告制ということで、うん、皆さん、恵方おなほはしましたか、ね、だから新しい言葉を勝手に作るなって。恵方おなほって初めて聞きましたけれども、ね、いやでもこれさっき話してたんですけど、恵方巻き自体がそもそも関西のもので、はい、だって最近ですもんね、東京とかで言い出してなんかいろいろ売ってんの。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で僕が小さい頃は恵方巻き確かに言ってたんですよ、うんうん、なんかどこどこ向いて食べるみたいな、黙って食べるってことじゃないですか、はい、でもあれもともとはだからその京都の芸者で、なんか要は芸者さんに食べさすのよ。でそれを金持ちが見て喜んでんねん。その要はその陰を加えてるっていうのを連想して芸者さんに食べさせるっていう、もともとエッチな遊びなのよ。そう
なんですか。じゃあこれ間違ってないってことですか。これ間違ってないのよ。このお縄内、お縄内じゃん、概念はお縄内は関係ないです。お縄内はそうか、豆の方か、当たり前のことです。失礼しました。お縄外はもうすぐ捕まりますから。逮捕されちゃいますね。お縄外は絶対捕まりますから。お縄絶対内です。はい。で、北北西で、はい、あ、だから恵方な方、恵方な方はだからあんなが一番近いんじゃないのね。そうなんですね。そうね、これは知らなかった。だからさ、全然さ、はい、知らないお子様とかにさ、はい、こうやらして、うん、こうインスタとかで映え、インスタ映え恵方巻き今年やったよとかいうさ、なんかさ、はい、あんま良くないよね。ちょっと見方変わりますね。ちょっと見方変わってしまうんで、はい、こういうこともね、やっぱりやっていくと、はい、まあでも一般化するっていうことが広まってるってことなのかな。そうですね。うんうんうん、すごいですね。はい、恵方な方、まだの方、今から、はい、この番組聞きながらぜひ、だから北西に向かって恵方な方、だからそっちに向かってもな、こんなにするってことですよね。温泉浴場使ったりとか、はい、そうですね、いろいろ使って、ぜひ。わかりました。よろしくお願いします、はい、番組の実況や感想は、うん、ハッシュタグトイズハート放送局で、ぜひつぶやいてください、はい、お待ちしています。それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます、はい、しっかりと噛まないように沖、ね、に行くトーク行きましょうね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで始まりましたけどもね、はい、あ、ということで今日メール来てるということでございます、はい、メール紹介しましょう、はい、早速、はい、ラジオネーム、はい、お名前みじんこサイズ。何がみじんこサイズなのかな。気持ちわかるぞ。月森さん、南川さん、おなほー、おなほー。僕は今気になっているお店があります。ほう。それは悪徳整体師になって AV のような整体師プレイをするというコンセプトのお店です。え、そんなあんの？どこにあるんですか、教えてください。 お二人はこんなコンセプトのお店があればなというものありますか。これめちゃくちゃ素晴らしいな。以前ね、あの番組で、うん、別のお店かもしれないですけど、はい、ネトラレコースみたいなのがネトラレコース、ね、あるというお店があるというのをお話ししましたけど、うんうん、いや、これはめちゃくちゃいいけど、悪徳整体師か。だから結構さ、女性にいろいろ垂らしまくりますよね、絶対ね。ローションとか使ってってことですかね。そう、だからさ、でもさ、あの、これさ、女性の方がさ、はい、やっぱこう、こなれてくるわけやん、どうしたって。まあ、結構演技力が問われるというか。そうですね、確かに。やめてください、みたいな。なんでみたいな。その、最初さ、あるやん、その胸の導入の部分で、胸を、そう、触って。何ですかみたいな感じで言って、いや、ここマッサージ、ここも凝ってるからマッサージ必要ですよ、みたいな。まあ、よくあるやりとりがあるやんか。はい、あのやりとりの時の女性のリアクションで、やっぱ男性が没入できるかどうかが決まるから。あそこが決まるから、なんかめっちゃおだとらしい演技されたら、おっと、あらってなっちゃう。だからこれ相当プロ集団が集まってるんじゃないですか、これ。確かに。いや、めちゃくちゃ気になりますね。これはいいとこ目をつけたなぁ。お、南川さん、うわ、詳細、うわ、ある、ありますよ、皆さん。はい。絶対に恥ずかしがらずに整体師になりきってください。いや、そう、これ大事よ。それ。これ大事。ちょっとでもね、あの恥じらいが出てしまったら、恥じらいが出てたらもう絶対ダメですから。だから僕は何度もここで言いますけどね、僕はあの SM のね、あの店にいた時に、はい、あの女性がなんか僕のことを叩いて、僕が開いてって言ったら、あ、ごめんなさいって言っちゃう。ね、本当は優しいね。本当は優しいのよ。本当は優しいのよ。でもそこはなりきれないと、ね、プロとしてはね、なりきれないと。でもさ、こう触って、はい、その整体師、悪徳整体師になりきればなりきるほどさ、はい、その切り替え難しいですよね。あ、これもそうよ。だって、まず攻めてから受けていいなのかな、はい、どうしたってそれは。そうかそうか、システム上しょうがないよね、それは。こんないろいろ考えるから、ね、すごいですよね、考える方も。会議とかで真剣に話してるんだよね、まあ、結局はイメクラっすもんね。言ってしまえばイメクラやから、まあ、痴漢的なものも、あ、まあ、そっか、まあ、定番な感じもしますか。痴漢あり、そのいろいろ先輩後輩あり、看護師ありの中での設定なんで、はい、ネトラレもあるわけじゃないですか。あれはないんかな、あのマジックミラー号。マジックミラー号、ちょっとどうなんですか。マジックミラーになってるお部屋とか難しいんですかね。でもそうなるとさ、結構犯罪の匂いするっていうか、あのちょっといろんな法に触れそうな感じしますよね。結構そのパーティールームでみたいなことになっちゃうから、う、まあ、それは良くないんでしょうけど。いや、でもそうですね。でもニッチに行けば行くほどやっぱ刺さってくる人はいるわけだから、これもすごい考えた。でもリスクあると思うな。だって攻めてたら、そのまま行ってしまう、行っ
ね、女性としては若干危険な部分もあるからそこをどれだけこう制御できるかっていうところですよね。そうですね。いや、お店をねご利用される際はあのルールは守って、はいはい、お店の回すもんじゃないですけど絶対守らないと楽しくないですからね、はい、守って、そしてイメークラ的なところに行く方はあのなりきって、なりきって、ね、楽しんできてください。楽しんでいきましょう。これは面白そう。トイズハート商品もねぜひ、あの、そうね、だからこういうところでやっぱりそのずっと攻めてるわけやから、そうですそうです、いきなり受け手に行くんやったらもうそのままオナホ行きたいねオナホ持ってもらってさ、目隠してさ、 TPO ね、そうそう、はめてさそう胸があってさ、そう自分が目隠してさ向こうにその向こう胸があって、スマタやったらあれやから、そのお股にそのそのトイズハートのやつを挟んでもいただいてそこでこう入れてたら相当さ斬新ですね。相当いいんじゃない。スマタよりもさ女性的には触れてないから、女性的には衛生面すごい素晴らしいし、お互いに、お互いに守れますからね。そうだから、このオナホと風俗の融合、はい、来たんじゃないですか。これはあると思うよね。もしかしたらあると思います。あると思います。お体があって触れて 目で見れて、あとチンチンオナホってそこでオナホ登場という、いや最高やと思う、未来やと思うけど ねちょっとあの業界関係者の方がいましたら、ちょっとなんかあったらみんなで、はい、あの会議してシステム詰めませんか。よろしくお願いします。女性もケアできます。商品も売れます。最高です。ウィンウィンです、ね、ウィンウィン、はい、ということで、ここからは皆さんの夜のお悩みを解決していく、はい、トイズハートクリニックをお届けします。いきましょう。何でしょうか。名前、シルエイティさんからいただきました。シルエイティ、はい、シルエイティ、シルエイティでいいんですかね、読み方。いや、いいです、シルエイティですね。どう見てもシルエイティですね。ジュエイティでもないしね、はい、気持ちいい発射をするために、うん、3日間オナホを我慢しようと思っていても、はあはあ、ふとした瞬間にしたくなってしまい、わかるよ、志半ばで手が股間に行ってしまいます、うん、わかる。どうしても我慢できなくなった時、うん、どうやって我慢すればいいんでしょうか、という。これはね、結局一番はもう外行っちゃうことなんですよ、はい、やっぱり外に行っちゃうこと、オナに我慢できない時は家にいるからオナにしちゃうんですよ。あ、なるほど。結局そうなんですよ、うん、やっぱ一番しやすいとこって自分の部屋だったり、まあまあね、自分の家やから、うん、結局そこを離れると結構オナのこと忘れるんですよ。あ、だからそれ我慢したかったらできるだけ家にいないことです。それが一番。じゃあ外でできる趣味とか、そう、外にずっといて友達と飲んだりとか、ね、まあ、今はねコロナであれですけど、飲んだりとか走ったりとかいろいろして、家帰ってすぐパターン出て、またすぐ家出て行って、それ3日間やったら相当簡単にたまります簡単にたまります。簡単に、はい、簡単です。あっという間にたまりますから、皆さん当事者は語るという。そう、図書館とか、はい、ああいう人の目がいるところにずっといると、そっかそっか、だいたいしな、だいたい当たり前ですけど、まあ我慢できなくてトイレ行っちゃう時ありますけどね。あらら、おやおやおや、こんな公共の場でみたいな公共の場でっていう興奮もあるかもしれない。まあ一人でね、個室する分には思わないですからね。個室ね、もちろん個室やっぱり、はい、便器に便車しちゃう時があるね。まあ皆さん経験あると思いますけど ね清掃員の方にも迷惑をかけてしまう。そうよ、もちろんちゃんと綺麗にしてですけどね、それはね、はい、本当にね。まあそれもあれですね、外に出て結局個室ビデオ店に行ってしまったとかにならないように、だけね、あの自分の心をこう、そうですね、していただいて、多目的トイレに行きたくなるかな。おや、でも多目的トイレに行きたくない。僕は一人ですけどね。どうしてね。僕は一人ですけど。本当ですか。はい、大丈夫ですか。多目的トイレに入っても広いところでやって。一人で。よくないよ。何の話かちょっと分かりませんよ。まあまあそんな感じでございます。はい、ということで、はい、そうですね、自分の心を律して外に出ましょう。そうね。はい、では出ていきましょう。確かに、ね、そんな感じでしょ。だからできれば我慢したかったら、できれば人がいる目、人の目をあるところに行きましょう。はい、ということでございます。はい、今回の診察は以上です。うん、皆さんから届いたお悩みに私たちが親身になって回答していきますので、はい、ぜひお気軽に相談してみてください、はい、以上トイズハートクリニックでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局、夜の場所。このコーナーはソロライフあるあるを575にしたためて送ってもらうコーナーです。2人が気に入った投稿は殿堂入りをしていきます。投稿をご紹介する前にですね、前回
殿堂、入りしました。来世は朝顔くん、はいはい、台本に組んで書いたらそのまま読ませていただいて、ね、はい、朝顔くんの元に殿堂入り記念のすぐ行かせダブルローターが届いたようで、あ、ね、ツイッターで報告してくださいました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、男性もローターの使い道あると思いますので、研究員として楽しみ方をぜひ朝顔くんにお願いします。そうね、そうね、男性でもね、はい、朝顔さん以外の方もですね、うん、すぐ行かせるホタ買っていただいて、ね、ツイッターで報告していただけると嬉しいじゃない、はい、ありがとうね。ちなみにこの来世はそう朝顔くんなんですけど、うん、はいはい、お家に妹さん住んでるので、すごい危険を犯すじゃない、ね、だから多分実家暮らしか、まあ、兄弟で同居してるっていう可能性があるんですよ ね、はいはい、そうね、実家か、あ、そうか、まあでも大体実家なんでしょうね、確率的にはね、うん、そうですね。朝顔くんは何歳ぐらいになってきた、今21歳、20歳、今大学生、なるほどなるほど、ってことは完全に妹さん未成年ですよね、まあ多分そうかもしれませんね。これはやっぱり触れさせるとあんまり良くないからね。なんでこそこそと、よくそんな危険、俺やって無理やなちょっとまあでもまあパッケージわかんないか、外見現実ダブルローターって書いてます、ダブルローターって書いてます、ちゃんと届けるときはわからないようには、あ、そうでしょ、袋入れてるでしょ、はい、そんなダブルローターで郵便局の人がダブルローターでお届けじゃないですよね、もちろん外のパッケージありますよね、ちゃんとラジオ関西 の、 パッケージで届きますので、ダメです、品名の品名のところにすぐ行かせローターとか書いてませんよねプレゼントとか書いてますか、悪者注意みたいなのが書いてあったのかな、悪者注意、はい、すぐ行かせ注意とか書いてませんすぐ行かせ注意まあね、それはでもまあ一番多分でもツイッターで報告してくれるっていうぐらいだから、まあ安全に届いたんでしょうけどね、はい、そうですね、はい、ぜひ感想もお待ちしております、お待ちしてます、ありがとうございます。はい、では投稿を紹介していきましょう、行きましょう、じゃあ南川さんからお願いします、じゃあ私からいきますね、殿堂入り皆さん目指してくださいよ、はい、お名前カンピーさん、ありがとうございます。物干しのパンティーに興奮、ありゃマスクこれはいい、やっぱりこのご時世をね、そうですね、あれパンティーかな、パンティーかな、あれはパンティーかな、マスクかいっていうね、素晴らしい、そっと干してあると気になっちゃうんですかね、うん、確かにね、サイズ感はぴったりやもんね、はい、でも確かにさ、ブラジャーみたいな質感のさ、マスクしてる人いるやん、はい、まあなんかちょっと、そうだ、ちょっと模様がさ、ね、あってさ、パンツっぽいなみたいなの、うん、そうそうそう、なんかちょっと失礼ですけどね、そう、あれをしてたらさすがブラジャーと思うよねいや形状からしたら、あれ肩パッ、肩ブラジャーみたいな感じでするからさ確かに気になるよな、確かに、でもそんなあんま洗濯物見ないけどまあまあまあ、まあ、新車ですからね、はい、あまりジロジロ見てるのもよくないですよ、ね、はい、はい、ありがとうございます。続きましてお名前川ドリルさんからいただきました、はい、彼女いる？聞かれて右手と言えぬ夜。おー、なるほど、なるほど。先日友人と久々に会って飲んだのですが、うん、その時の自分の姿を投稿しました。どうやら最近彼女ができたそうで、お友達の方がですね、はい、嬉しそうでした。僕はというと帰ってから恋人かっこ右手かっこ年と楽しく過ごしました、うん、まあそういうもんでしょう、別に右手って言ったってね、はい、まあ、もう右手あなたの右手はトイズハートをお支えしますよって話よ。そうですよ、そういうことよ、トイズハートが恋人、そういうことよ、それでいいじゃん全然、はい、大体そうですから大体そうですから、うん、たまに左で行っちゃってね、あ、まあそうですね、左派もいるかもしれませんが、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ私、はい、お名前クリスマスなんか欲しいさん、欲しい、はい、ありがとうございます。年金で行くよ吉原、ありがたいおい、これはいいせ、いいせ、これね、どうですか、どうですか、やっぱね、年金ですから自分が今まで貯めたお金ですから、まあ、そうです、頑張って働いて納めたお金が返ってきてるわけですから、そのクリスマスなんか欲しいさんは65歳なので、ほら、めでとうございます、もうそろそろだからこう年金がね、はい、もらえてるわけですからね、え、もう好きなことすればいいですよ、そうですよね、うん、だからこの今年金ってさ、自分がまあ昔こう積み立ててるように見えて、はい、でも結局今の若者がその払ってるお金じゃないですか、だから今の おじいちゃんたち の、 その吉原代をやっぱそのお金を稼いでるって言えば、はい、なんか本当ごめんなさい、すみません、なんか政治的な話になってしまいましたけどそうですね、ちょっとこのラジオも政治的な話になってきましたね、ね、やっぱそういう年金で吉原行かれたらやっぱり ね、こっちとしてはやっぱりね、感情的に本当頑張ってきた、まあね、ご褒美で、ご褒美やからね、はい、何に使ってもいいんですよ、バレーさえしなければ一月もごっそり行かれちゃう、まあ年
菌って言うのもいいですか。まあそれ人によると思う。まあそうか、人によるけど。そうそう、人によるし、まあ、確かにその年金だけなのかもしれないし、会社で勤めしてる人は、うん、その共済とかも入ってくるから、共済厚生わかんないですけど、そういうのが入ってくるから、だからいくらなんかなっていうのがありますね。奥さんがもし言ったら奥さんプチ切れやけどね。まあでもうまいこと使ってください、はい、ありがとうございます、はい、では続きましてお名前、うん、ミミズクさんからいただきました、はい、思い立ち、うん、サンバのリズムでしこり出す。僕は漫画を見ながらする派で、いつもは無音でしているのですが、はい、ふと楽しい BGM をかけたらさらにいいのではと思い、サンバでジャネイロをかけつつプレイをしたら思いのほかテンションが上がりましたが、集中はできませんでした。できるよね、そう、確かにね、まあ、サンバのねあれを見ながらとかなのかな、わからないけど、あのサンバの曲かけつつ漫画、多分エッチな漫画読んで出そうとしたけど、なるほどね、できない。いや、できへんよ、できへんよ。難しいですね。でも、うん、まだ1回くらいしかしないんじゃないですか。まあでも確かにテンショングーッと上がって、うん、より気持ちいいっていう可能性もあるからね。コツをつかんだらもしかしたらサンバのリズムで。試してみるのもいいよ。そう、いけるかもしれない。サンバのリズムでみたいな感じ。サンバのリズムでってですよね。いや、ちょっと成功した暁にぜひ、ね、ご報告をお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、では私、はい、お名前さん。これはですね、はい、無声で目が覚めて、はい、頭に思い浮かんだっていう、すごいね、この時代にぴったりな、はい、ちょっとこのラジオも最先端になったなっていう場所を書きました。お願いします。夢で行く、これがオイラの SDGs。 SDGs 切り込んじゃってましたね、ついに。やっぱこれも確かに一番こう効率的っていうか、はい、環境汚染してないっていうか、無駄なことをしてないっていうことで、これがオイラの SDGs ですよ。そうね、素晴らしい。ぶち切れられますよ。グレタさんに。グレタさんにぶち切れられるよ、そのことを。いやいやいや、目の前で言ってごらんなさい。今回ちょっとあれですね、南川さんの選んだの社会派声優が多い。社会派まずいいですよ。あるある、やっぱ社会派でやっていきましょう。はい、社会派でいこう。全然社会派じゃないんですけど、最後行かせていただきますね、はい、お名前、三つも滴る味噌汁馬さんからいただきました、はい、シワシワの指が戻るの、じっと待つ。あ、はい、長い時間ソロプレイをしてお腹が空いたのでコンビニに行こうと思いました、うん、しかし右手だけふやけていては怪しまれると思って元に戻るのを待っている旬です。生々しくてすみません、指がふやけないよう推進度ローターお願いします。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。でもさ、それ あそうか、女性か。そうです、女性か。ご結婚されてる。ご結婚されてるね、はい。あ、なるほどなるほど、推進度ローター、はい、じっと待つ。いや、でもお若いからすぐね、はい、年齢書いてるけどお若いじゃない。まあそうですね、だから別に戻るでしょそれは。自分の手もまず見てしまう。いや、でもそんなふやけるまで、どうふやけるまでって結構よね。まあぼ、うん、そんなすぐにはまだ大丈夫。あ、大丈夫。まあどうなんだろう、この人さ、はい、がっつりさ住所書くやんか。いやいや、もう推進ドロータマチ。推進ドロータマチですね。はい、いや、でもね、何もやったっけ、三つも下だる、はい、味噌汁馬さん、まあ、素晴らしいと思うんですけど、はい、もう一段階欲しいですね。もうなんか、すいません、味噌汁馬さん VS、はい、うん、南川さんが、もう一段階欲しい。ありがとうございます。いや、だから電動入りは今日はやっぱり完全に SDGs です。SDGs 卵大好きさん、おめでとうございます。おめでとうございます。今回は電動入り、やっぱり夢で行く、これがオイラの SDGs、いいっすね。皆さんもやっぱりもっと、なんかもっとなんか意識高い系、ね、意識高い系場所でやってほしいっす。意識高い系だと南川さんが、うん、まります気に入りやすくて、はい、やっぱりなんだろう、私は今日は一番好きなのはサンバのリズムでしこり出す。ああ、それもですいいですよね。なんかリズム系とか、リズム系、直球系は月森が喜びやすいので、いいですよ、はい、引き続き。でも、はい、三つも滴る、そうですね、味噌汁馬さんも今、もちろん全部いいんですけど、はい、リーチかかってます、うん、リーチです、リーチ来てますよ。あと少しで推進ドローター行きましょう。で、紹介でしきなかった分もあるので、はい、お願いします。はい、何度も挑戦していただければと思います、はい、こんな感じでソロライフあるある575にして送ってきてください。夜の場所のコーナーでした。ボイズハート放送局、ここでボイズハートからのお知らせです。
本日は温泉浴場2をご紹介します。トイズハートの人気オナホール温泉浴場のコンセプトをもとに新素材を採用し、さらに重量感がアップしてより肉厚になったリッチモデルです。内部はゾリゾリ系刺激がしっかり楽しめるひだ山が高い構造を採用。さらに内部を進むとギュッと詰まった密着感も味わえます。一層際立つ高山系ボテひだをお楽しみください。温泉浴場2は通販サイト様およびお近くのショップ様でお買い求めいただけます。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局。玉川くんね、私も行くわ。宇佐彦に声をかけたのは体育学科の講師カラスマアスカだった。ちょっとあなたたち嫌がっているでしょ、やめなさい。アスカが連中に近づいて忽然として言うと、二人はじろりと宇佐彦を睨んできた。男は激高し、本気で宇佐彦に殴りかかってきた。宇佐彦は男の襟首と腰のベルトをつかむと、両手で高々と男を持ち上げていた。そのまま宇佐彦が助走も何もつけず放り投げると、男は奇声を発し、そのまま昏倒してしまったようだ。行きましょう。我に返ったアスカが言い、すぐに車をスタートさせて駐車場を出た。宇佐彦の方は今更ながら生まれて初めての喧嘩の恐怖がよみがえり、全身が震えていた。ボイズハート放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。アーカイブ版では朗読の続きを聞ける完全版お届けしております。こちらもぜひお楽しみください。本日お届けした朗読は紅文庫宇津木陽炎著キャンパスの陰謀でした。ぜひ皆さんも手に取ってみてください。はい、新シリーズになっているということですもんね、はい、ということでございまして、はい、ぜひともね、あのこれを聞いている、はい、まあ、風俗関係の方、トイズハート放送局の方、ね、はい、トイズハートの方ですね、はい、ぜひとも新しい新ビジネス手掛けませんか。そうですね、トイズハートと、はい、我々、はい、放送局と、はい、まあ、他ね、うん、アダルト業界の方、お店関係に限らずですね、はい、私はもう一銭もお金もらえません、はい、お金はもらえませんので、やりませんか。待ってます。爽やかに、はい、はい、はい、いつでもあのご依頼をお待ちしております。よろしくお願いします。ますということでございます。はい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。やがて住宅街に入ると車は先の家の前で止まった。あの、お礼にお茶でも。降りた先が言ったが、アスカが断ると彼女は頭を下げ家に入っていった。アスカはすぐに車を出し、宇佐彦の住まいを聞いてきた。そして彼の住むアパートの場所が分かると、アスカは近くのコインパーキングに車を止め、一緒に降りてアパートに入ってきたのである。いい？いろいろ話したいの。ええ、汚くしてますけど。宇佐彦は答え、1階の隅にある部屋の鍵を開け、アスカを招き入れた。
まめに掃除しているので不潔な印象はないだろう。ただクズカゴに山となっているザーメンを拭いたティッシュの匂いが気になった。